こんにちは。いつもカルダノの動画の方を送っていただきましてありがとうございます。まあ、ブロックチェーンをはじめとする暗号通貨の技術。これはですね、まあ、どこまで掘っても <laughs> ちょっと難しすぎてですね <laughs>、もう底の足の沼のようでございます。まあ、その中の一つで、まあ、わずかにブームとなっているのかな。あの、NFT ってのがあるんですよね。NFT っていうのはブロックチェーンの技術を利用した、まあ、例えば、絵画とか音楽とか、これに 電子的な証明書を裏付けするっていう技術らしいんですけども、今まではね、骨董品とかに鑑定書ってのついてましたよね。例えばロレックスの腕時計に鑑定書。鑑定書を持って、それが、まあどんなものかってことを評価する一つの目安になってるのかなと思います。まあでもその鑑定書そのものがね、偽造だったりすると、これまた手に負えないものがあります。まあしかしですね、一つの作品に対して NFT というもので証明をブロックチェーンで裏付けすることによって、 改ざんのしようのない所有者やその他の情報がずっとそこについて回るってことになるらしいんですよねそのうちの一つで非常に面白いのが例えばね画家の方がまだ無名な時に描いた絵が画廊に販売されました画廊はまだ無名な画家なんでその絵に1万円の価格しか付けなかったんですよで無名な画家は1万円もらってありがとうよしいつか有名になるぞっていううに 創作活動を続けていきます数年後その画家は無名どころか有名になって出す絵出す絵が100万1000万で売れるようになったんですよね。まあそうなった時に過去の作品で1万円で画廊に託した無名時代の絵っていうのが評価されることになってその画廊で1万円で購入したその絵がですね将来的な価値としてその頃には 例えば500万になりました。で、画廊は500万円で、その絵を売って、まあ、499万の利益を上げるってことになるんですよね。そこで面白くないのが、その画家さんですよ。無名な時期に描いた絵が1万円だったのに、自分が有名になっても、その画廊が販売した500万円の絵、もともとは1万円の絵、そっからね、1円も自分に振り替がないわけですよね。でも、 その無名な画家が売らずに撮っておいた絵はやっぱり500万とか1000万で売れてるわけですよじゃあこれを埋めるために NFT っていうのがあったりするんですよねどういうことかっていうと無名時代に描いた絵がその頃は1万円でしか売れなかったけども時間が経って自分が有名になり絵の価値が全体として上がった時にその過去1万円で売った絵が NFT で裏付けされていると その画廊が500万円で売ったときに、例えば50万円、1割が画家自身にフィードバックされるっていう仕組みをブロックチェーンで埋め込むことができるんですよね。これが NFT の一つのメリットだというふうに言われてるんですよ。転売すればするほど、一番最初に売った人にも延々とリターンが入ってくるというね、そういった権利を保全するものらしいんですよ。NFT っていうのは、誰が作ったでしょうという記録が入るのと同時に、 その人に適正なフィードバックをずっと送り続けるっていうことらしいんですよね。いや NFT について、まだまだ深掘りしないといけないかなっていうところがあります。えところで、この NFT をビジネスに最近しているんですよ。で、私もまだね、参加したてなんですけども、参加したてってことはまだね、メンバーが少ないということで、私の場合は、先行してこのビジネスを進める権利を持っているということになります。 で、えー、日本初の NFT 美術館ナルト美術館というところがありまして先日も NHK で取り上げられたんですけどねいや私の関わっているビジネス私自身のビジネスと言ってもいいですねこちらの方が少しずつ産声を上げたかなというところでブロックチェーンの技術にこれからも期待したいと思いますそれでは次回もよろしくお願いします